通りで気持ちよく妃をやっつけてくれると思ったら、妃の回想が切なかった。俺はお前に憧れていただけだ。ってところが、悪者だけど、ほんと何とも言えなかったね。話が先に進むにつれて、悲しい展開が増えてきて、もう取り返しがつかない。って感じになってるのも、また切ないです。今回の最後はタケミッチが殺されてないので、続きがどうなるのか楽しみです。以上、天竺編のお話でした。